青キット博士。どうも。じゃあ。こんにちは、青キット博士です。僕は卒業して、まあ実験を重ねてきました。いろいろアイスクリームで働くあの反面、今日はあのその実験の成果をいくつか見せていきたいと思います。はい、ではまず一つ目、すいません、あのちなみに僕ロックンロールバンドもやってます。さあ、一つ目はちょっと紙飛行機を失礼します。小さい頃からやってきたと思うんですけど、それをまたここにやってきて再び作ってきました。はい、誰でも作れます。あえて取り組みました、もう一回。紙飛行機はあの1枚の紙から作られるんですけど、こんな風に遠くに飛んでいくことができます。すごいですね。じゃ今日は実験2つ目ですね。僕はあのダンスをやってるんですけど、たまにそのダンスをあの使って、そうですね、ダンスを使ってっていうより宇宙を作りたいなっていうのがすごいあって、ここをなんか宇宙を作ってみようかなっていう、はい、ちょっと宇宙作ってみようかなと思います。Yeah! 作れると思う。お願い。行くぜ。気づき始めてる。何言ってんの、23歳就職もしないで、大学卒業して23歳就職もしないで何やっているんだろう。うえっで1年やってきまして、今日は追い出しライブっていうことで、口もだいぶ乾いてきたんですけど、手紙を書いてきました。はい、卒業式みたいなのはちょっと、はい、あっという間である、時が過ぎるのはあっという間で、もうあれからどれくらいが経っているのだ、目の前にあるこの時は何とかして自由に動かせる気配があるのに、終わってみれば自由に動かせたなんて思えるのはそんなに残っていなかったりして、目の前にあるこの時は何とかして自由に動かせる気配があるんだけど、終わってみたら実際は自由に動かせたなんて思えるものはそんなに残っていなかったりして、で流れ着いてしまうんだ、こんな空間に。僕は何もかもが中途半端であるが、それでもそんな自分にでも印象的な朝がやってくる、印象的な、そう、今日もあと何時間かここで過ごして外に出ると、みんなで作ったこの空間じゃなくて東京の渋谷が待っている。
そう、みんなで作ったこの空間とはちょっと違う普通の東京の渋谷が待っていて、この先もその先もずっと先もそれぞれはそれぞれでそれぞれの朝を迎えているんだろう。音楽を鳴らすと思い出すような、あるいは映画みたいだなと思えたりするような、何か印象的な朝があるんだと思う。そういう朝がなんかすごい欲しいっすね。あなたはどうでしょうか。そう、そういう感じなのかな。なんかちょっと伝わらないと思う部分もあるんですけど、はい、ありがとうございます、聞いてくれて。それでもうちょっと一言言いたいことがあったような気がするんだけど、なんだっけな。忘れちゃった。ありがとうございました。街は落ち着かない。